はい、皆さんこんにちは、奥ちゃんです。本日はですね、房総半島、富津市にありますもみじロードを走りたいと思います。本日も皆さんよろしくお願いします。さあ行きますよ。もう早速もみじが出てきてますね。ちょっと時期的にまだ早いかもわからないんですけども、まあどんな景色を見せてくれるか楽しみです。ハイキングの人が歩いてますね。さあこの辺りからかな、もみじは。おお、なかなか赤く色づいてますね。もみじロード書いてます。ヒュちょっとまだ早いね。赤いのは赤いけど、まだ青さが残ってるのもたくさんあるね。ここら全部もみじだよね。今日は11月14日なんですけど、やはり11月末から12月初めに来た方が良かったかな。おお、ここはまだ綺麗だね。まだまだもみじの葉っぱは青いです。まあところどころ赤くはなってるけど、まだまだですね、見どころは。でかいイチョウの木だな。ああ、ここはまあまあ綺麗だね。この通りは。
このもみじロードは南北に10キロほどかなにわたって、沿道にもみじが植えられているところなんですよね。おお、この赤綺麗だな。綺麗だね。おお、あんな断壁に。ほら、ちょっと早かったね。やっぱり11月下旬、12月上旬ぐらいかな、今年は。実は今日は日曜日じゃなくて月曜日なんですよね。まあ、ですから人が少ないんだと思います。もみじロード、ちょっと色づいてるかなと思ってきたんですけどね。ちょっと残念ですね。はい、せっかくもみじロードまで足を伸ばしてきましたが、まあご覧の通り、まあちょっと色づきはまだまだですね。もうちょっと先に来ればよかったと今ちょっと後悔しています。はい、本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。では次回の動画でお会いいたしましょう。それではバイバーイ。いやー、もうちょっと色づいてて欲しかったなー。